フォルサスタイル編集長の星野です。今日はですね、銀座4丁目の交差点、こちらすき家橋の交差点になるんですけど、もう本当に近くにありますポールスミス銀座店にやってきました。また何やら相談があるということで、最近相談多いんで、はい、もう慣れてはいるんですけど、前回ポールスミスさんの方でスーツ見ていたじゃないですか。そうね、あれもう結構1年前ぐらいですね、はい、そう1年前ぐらいで、うん、結構あれがやっぱり好評で、好評だったの。ぜひ僕もスーツを見てほしいっていう方が今回来てまして、じゃあすみません、お願いします。わかりました、木田さん。すみません、というか木田さんじゃないですかよろしくお願いします。来ます。いや、ちょっと打ち合わせとかそういうパチッと決めたい時に、はい、ちょっとスーツ着たいなと思って、いいスーツ持ってなかったんで、僕はちょっとセットアップの方が欲しくてですね。いや今日2人っていうことなんだ。じゃあ、はい、すみません。じゃあ行きますか。じゃあここです。ということで、ポールスミス銀座店地下1階にあります、テーラーリングのコーナーにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はちょっとご相談がありまして、はい、ポルチャでですね、いつも、はい、カメラとか動画も撮っていただいている木田さんがですね、ちょっとスーツを、はい、改めて欲しいということで、はい、今日ですね、はい、お邪魔しちゃったんですけど、もともとポールスミスさんって、はい、ポールスミスさん自身もスーツのイメージあるじゃないですか、はい、そうですね。どんなこう哲学とかこうどんな特徴とかってあるんですか。そうですね、ポールスミスにおいてテーラリングはポールスミスをこう世の中に広めたものでもあり、現在でもポールスミスの中核を担っております。でデザインとしてはクラシックウィズアツイスト、はい、クラシックウィズアツイスト、はいはい、ひねりのあるクラシックというので、うん、上質な生地や品質の高さはもちろんのこと、こちらにあるような裏地もそうなんですが、こういった遊び心を感じさせるディティール、こういったのも特徴となっております。見た目はもう思いっきりクラシックですよね、はい、クラシックだけどそのツイストっていうところでちょっとひねりが効いてる、はい、そうですね、うん、職業柄、例えばカメラマンとかだとちょっと遊び心あって、うん、パッて、ね、撮るときになんかちょっと脱いでいいですか、パッとやった瞬間になかなかちょっと脱いでいいですかって、はい、いやいや結構ね動くじゃないですか、ですね、カメラマンとか、ね、こうやってやるのかなって、そういう時にはあえてこういうのっていうのは、うん、だから、はい、あ、その人ちょっと遊び心あるかもしれないよね、うん、みたいなところは見え隠れするんですね。そうですね。中でもなんかおすすめとかってありますか。まずは使い回しの効くネイビーのものがいいかなと思いまして、はい、こちらの生地なんかはどうでしょうか。こちらはイタリアのレダ社製のシルキーエフェクトという生地を使っておりまして、シルクのようなこうツヤ感が特徴となっております。すごい、はい、確かに、はい、そうですね、かなり細かいですね、うん、これね。そうですね、はい、シルキーエフェクト、はい、こちらかなり光沢がありますね。そうですね、レダっていうメーカーはイタリアでもすごくテクノロジーが進んでいて、最先端の生地を作るのがうまいんですよ。あ、そうなんですか。よく聞きますよね。耐久性も非常に高い、はい、歴史的にも、ね、長い生地メーカー、1865年、そう長いんですけど本当に工場がすごく、もう先端技術で作られていて、一回ね僕取材行ってるんだけど、これ色で、そうだね、ちょっと遊びを、ちょっとコントラストを使って、それはまたおしゃれですね。ポールスミスらしい、らしいですね。そうですね、すごいですね。こう何も変化のない裏地のスーツはほとんどないぐらい、あまりどこかに遊びを加えております、はい、一見ね表地は全然ね普通にね着れるスーツですけど、裏地はちょっと遊んでると、はい、いいですね。チェックもねシャドウチェックって言って、そんなに一見パッと見は無地ですから、そう、こうシャドウチェックの上にこう柔らかくさりげなくこうペンが入っておるので、はい、まあ、使いやすいんですが、こうあんまりこうシンプルになりすぎないような、はい、スーツの生地となっております。まあ、でもパッと見は多分おそらくはネイビースーツとして使えるやつだから、多分1着目としては多分いいんじゃないかな、うん、いや、いいですね、はい、すごい。ネイビー以外もちょっと挑戦というか、してみたい、はい、してみたいなと思ってます。なんかおすすめはありますか。そうですね、ちょっとガラッと雰囲気を変えさせていただいて、はい、よろしいですか、はい、すいません。おこの辺りちょっとこうブラウン系のチェックの生地なんですけど、こちらも先ほどのスーツの生地と同じくレダ社のものを使っているんですが、こちらはスーパー130のものを使っておりまして、光沢感であったりとか美しいドレープが特徴となっております。で、まあこのブラウンのクラシックのチェックの中にさりなくこうブルーのアクセントが効いておりまして、はい、まさにポールスミスらしいこうクラシックウィザーツイストをちょっと感じさせる生地になっているかなと思います。裏地もこうコントラストを見ます、はい、
これってどんなシチュエーションでも着れる。まあ普通にビジネスでも着れなくもないけど、うん、まあ先ほどのスーツよりはちょっとカジュアルな感じかな。でもこれ着てるとなんかすごいおしゃれ上級者って感じの。すごいめっちゃかっこいいなと思うんですけど、着方がちょっと正直あんまり分かってなくて、どういう着方は簡単ですよ。本当ですか。まあ、 あの袖こうやって通す、はい、それはねさすがに分かるんですけど、はい、もしこのスーツで行くのであれば、まあ、今のまま白いシャツで、これはねすごい綺麗な、あのピンクですかねこれね、はい、かなり印象的ですけどね。まあ、間違いなくベーシックなのは本当はなんか無地で、はい、本当に同じような色のネクタイでもいいし、あー、なるほど、ネイビー無地っていうのは基本の中の基本なんで、例えば、はい、今一番代表的な例を持ってきたんですけど、普通に白いシャツ、はいはいはい、これまあ一番無難なパターンで、はい、これも逆に持ってなくちゃいけないやつですね。持ってないのに他のシャツとか買わない方がいい分かるし、はい、だから一番基本中の基本ってやつです、ね、はい、ネクタイは、はい、一番無難なのは本当にネイビー無地、はいはいはい、イタリアの首相とかイギリスの首相とかとかも基本はみんな大体サミットとかでもネイビー無地です、ね、そうなんですね、はい、失敗しない柄というか、はい、失敗しない柄であり最後にたどり着く、あ、究極の究極の、あとは古文柄って言われる、ちょっと持ってきましたけどこういう、へ、まあ、この3つですね、無地、古文、ドットっていうのはフォーマルなスタイルで、いわゆるできる、はい、まあ、ネクタイの柄という、はいはい、あとこういうストライプとかも、ストライプってこれレジメンタルストライプって言って、斜めに落ちていくストライプです、はい、左上から右下に流れるものはイギリス式なんです。あ、そうなんです、ね、右上から左下に流れるものはアメリカ式。へえ、そうなんですね。カジュアル度でいくと、はい、こういうシャツでも少し大丈夫かな。これはちょっとブルーが入ってるので薄く、これでも大丈夫だし、あとはもっと慣れてきたらこういうストライプとか使っていくとか、とかっていうのもできるけど、だからなるべく基本である白から始めていく方がいいんじゃないかなと思うんですね。ポール・スミスっぽくするんだったら、これまあ見えてないと思うんだけど、チラッてやるとあれみたいな、これはこの色とも合ってるってことですか。そういう、まあ、だから裏で合わせる、クロート好みですよ、ね、ちょっとおしゃれですよね。だからこのグレーも正直私も未知なので全然分かんなくて、こっちも教えていただきたいんですけど、手っ取り早くできるのはこのチェックの柄の中に使われている色を使うというところが、基本男の人のメンズファッションの基本っていうのは3色までというふうに言われていて、はい、この中にも一応3色ぐらい使われてるんですよ、うん、この中にあるシャツの色とかネクタイの色とかを使うとうまくコーディネート。だから今一応これ組まれてる白いシャツにこれちょっとまあブルーというかグリーンというか、まあ、カモの羽のね、この頭の後ろのところにあるティールブルーなんて言い方するんですけど、この色ってこういうのはちょっとねラインと入ってたりするんでうまくコーディネートはなってる。これはちょっとおしゃれかもしれないね。このシャツの上にちょっと激赤見ましょうか。ちょっと持ってていいですか。そういうのは割と馴染むとか、このこういう色の逆にシャツにするとか、着たことないですね。これすごい、まあ、上級者ですね。だけどビジネスの場というよりは少しあのなんかこう遊びに行くときとかの方の方がいいかもしれないですね。そもそもチェックっていう色自体がカジュアルなんですよ、うん、わこれはかっこいいな。これ着てるとかっこいいですね。いや、これやばいですね。これもいい。ただこれビジネスじゃないというのは、うん、なぜかというとここにボタンダウン、ボタンがついていて、はい、ボタンダウンってやっぱカジュアルなものを使うっていうイメージなので、あ、そうなんです。ネクタイはするんだったらやっぱりこういうこれセミワイドスプレッドだけど、そういう、あ、ネクタイなしの時は、まあ、そういうのでも、あ、そうなんです。ネクタイでもしてもおかしくないんだけど、はい、おかしくはないけどカジュアルってことですよという、いろんなその衣装によってメンズファッションって、うん、いついつどこで着るって一応決まってるので、あれと一緒よ。学校あったでしょ、はい、学校の時に校則ってありました、ありました。校則の時決まってたじゃん、はい、なんかあれと一緒で、あ、一応メンズファッションルールがあるんだよ、ね、いや全然知らなかったです。ルールを知って崩すのか、ルールを知らなくて崩すのかで全然違うんだけど、で当然これだったら茶色の靴との感覚がいい、あ、一口に茶色って言っても全然違うと思う、うん、
でこれ紐も普通じゃない、はい、ここに紐があるからこれ紐なしじゃない、はい、こっちの方がカジュアルなんだよね。あだからこういう順番かな、うん、よりもっとフォーマルになるとこういう順番。 あとだからさっき言ったみたいに本当にすごい簡単なのはあの逆に白いシャツにしてもらって、はい、ネイビー無地とか、うん、逆に柄だから他のものを無地とかにするとすごく合わせやすい。またこのネイビーこの裏のネイビーと合わせてとかっていうこと、そういうこともできるよね。とかちょっとこういうほんのちょっとブルーが入ってて、うん、ここに入ってるブルーと合わせてネクタイでこれもなんか憎いよね、うん、このブルーに合わせるっていう知識がなかったので、でも知識がちょっと今入った、うん、はい、今はいはい、入るとあチェックの中の一色とかストライプの中の一色、じゃあ例えば今日荒尾さんが着てるスーツだったらブラウンのタイしたりとか、逆にスーツがネイビーだったらネイビーしたりとかっていうことがコーディネートにつながる。いやめっちゃわかりました。このなんかベーシックな部分を押さえておけば失敗はしないって、失敗はしないということですね。なんかこううまくまとまるというか、まあそんなしのごの言わず一回着てみるのが多分いいと思います。はい、着てみてください。着てみます。いいですか。ちょっとかしこまりました。ご用意させていただきます。木田さんどうですか。いいじゃないですか。めっちゃいい感じです。お似合ってます。なんかすごいサイズ感も良くて、うん、なんか生地がめっちゃ気持ちいいです。おピシッと、はい、いやいいですね。いいですね。ちょっとあれですね、お腹引っ込めていただいて胸張る感じで、なんかキャラ変わりました。そうですね。めちゃくちゃ似合ってる。いやこれいいと思いますよ、うん、まあ、めちゃくちゃいいですね、はい、ビッシビシです、はい、そうですよね。ちょっと裏地がそうなんです。あこういうところね、やっぱ打ち合わせの時とかめっちゃいい感じです本当に。これでもすごいでかいプレゼント取れますよこれ。そうですよね、バシバシ仕事決まりそうです、はい、やってください、はい、もう一着も着てみます、はい、いいですか。着てみます。せっかくだ、はい、ね、こんな感じです、うん、おおちょっとまたイメージ変わった。なんかめっちゃいい感じです本当に。お似合いますね、うん、いや本当この色は着たことないので。ネイビー無地のタイも合ってますね。このネクタイ一番気に入る。すごい上級者な感じがして、はい、ねえ、はい、やっぱりここで柄のも合わせちゃうと、はい、柄と柄って難しいんですよ、はいはい、チェックとここにマイクロのちょっとね細かい柄がシャツにも入ってて、うん、そういうものに対してはやっぱり無地のこういうネイビー基本のネクタイっていうのはすごく合いますね。本当に茶色の靴の色合いもすごくいいし、はい、これだからまた靴変えたらカジュアルにも、うん、いけますね。いけるってことですよね。そうですね。インナーとかも変えたらまたちょっとイメージ変わりますね、はい、めっちゃいいです。いずれにしてもすごくなんかお似合いです、うん、どっちもいいんでちょっともうちょっと悩んでいいですか、うん、まあそれも全然、はい、全然悩んでちょっと悩みます。伊沢くんは何を探してんだっけ、はい、セットアップが欲しくて、まあ、セットアップ結構持ってるっていうのもあるんですけど。持ってるよね。だって俺結構探しに行ってるの。すいません。持ってるのにまた欲しくなる。尽きないですね。セットアップ欲はもう尽きないですね。例えばどういう時に着たいイメージ。だからテーマとしてはテーマ若干のビジネス感ってやっぱり動きっていうのが欲しいなと思ってて、出張なんですけど前乗りしてそのままご飯に行ける感じ、動くだからビジネスでも若干使えるんですけど、その後レストランとか行ってもなんかいい感じのカジュアルさというかビジネス感と。そうですね、あのポール・スミスのテラリングの中でも、はい、あの今のこう時代に合わせたあのモダンワーキングワードローブというものをご用意しております。うん、はい、でこちらはの組み合わせのしやすさであったり 、はい、あの適応力の高いアイテムで構成されておりまして、まあ、こうスマートカジュアルスタイルなんかにも非常におすすめのアイテムとなっております。こちらのジャケットですね。こちらのパンツもご用意していてセットアップになっているんですが、はい、ウールのシャサッカーの素材を使っておりまして、これはもう着やすそうですね。そうですね、あのコットンではなくウールなのでシャサッカーでも非常にこう高級感のあるツヤのある素材を使っております。なんかシャサッカーって割と言い方でペラペラな感じもするんですけど、これすごいしっかりしてて、うん、多分これ伸びますよね。あ、そうですね、はい、へー、あー、ストレッチも効いてるから、だから仕事もしやすいから木田さんにもおすすめ。確かに、僕もちょっと欲しくなってきます。なんかあとこの辺のデザインが可愛らしいですね、ポケットとか、うん、これは3パッチって言って、はい、パッチポケットが1個、2個、3なんですよ。3つついてるからすごくジャケットの中のカジュアルなんですよ。しかもシアサッカーっていうのはこの素材自体がこういう風になってるんですよ。だんだんというか、
あのボコ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 してて肌に接地する面が少ないんです、ね、だから春夏の時期とかにすごく快適に過ごせるという。じゃあ動くの今結構最適ですね。実はカメラマンとかにもすごくいい。めっちゃいいですよ。もうちょっと結構欲しいかもしれない。キャサもセットアップスーツから、ね、乗り換えちゃったんですね。スーツもセットアップないですか。しかもこれ上下ですからね。例えばこういう T シャツ、うわ本当に普通の白い T シャツで下スニーカーとかこういう、はい、そうですね。あ、いいな。これはもういつもね、そうですね、伊沢くんがやってるようなそのセットアップで T シャツでスニーカーっていうスタイルにはすごく馴染みやすいとかやりやすいんじゃない、うん、いやこれめちゃくちゃいいですね。ここにね、あブランドのねストライプと実は脱いだ時にここにちょっと後ろにストライプが入ってた、ね、あここでさりげない逆にポロシャツとかで、はい、あで足元だけ白いスニーカーなんていうのは大人っぽくていいんじゃないかなと思う、はい、そうですね。これもいいですね。個人的には伊沢くんにはこっちの方が似合いそうな気がする。他にもまだいろいろ他は何かありますか。すいません。そうですね、はい、あ出ました、欲しがり屋さん。ちょっとこれから気温も上がっていきますので、はいはい、よりちょっと涼しげなアイテムで朝素材の朝なんですね。なるほど、はい、こちらもパンツもご用意していてセットアップにもなるアイテムになってます。素材でこうちょっと季節感を出していただくようなコーディネート素敵かなと思います。ゴムなんですね。そうですね、ベストがドローコードの仕様になっておりまして、で紐で、はい、カジュアル仕様ですね。そうですね、カジュアル寄りの、はい、まあ、でもそれでもこれちゃんと上下で着ると大人な感じのコーデは、ウエストね、ドローストリングだから別に白 T とかでもおしゃれ、すごいいいですね。そうですね、あとさっき使ってた本当にその黒、これ黒ですよね、ネイビーですね。ネイビーなんですよ、ちょっと黒っぽくも、でも黒っぽく見えるね。見えますね。あーいいですね、バッチリだね、はい、リネンのシャツ、あー確かまたそうですよね、こっちでもいいし、あーグレーもか、うん、どちらかよろしいですか。どっちでも、まず白、一旦じゃ白で、はい、あーこれもだから本当に着るんだったら、うん、そうですね、開けてですか。そうだね、開けて着てもらった方がかっこいい、かっこいいな、あーあーいい、これかな、これはかっこいいですね。着方としてはすごい大事な部分があって、あさってシワが呼ぶんですよ。着るときはもう全部スチームで綺麗に、あスチームで、うん、だけど当然午後になってくるとシワが入るじゃない、着てるから、はい、それはそれで OK。 そこからはもうシワを楽しむという。なるほど。スーツはダメなんですよ、シワは。ややこしいんですよ。朝狙い、朝は、朝だけはシワを楽しめる。シワもおしゃれみたいな。シワがおしゃれです。あ、シワが。そうするとパンツとかもこれ履いてるとだん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 ここにねシワが寄ってくるんですよ。そうするとちょっと丈が短くなる。それを想定してあのパンツの丈を考えると。なるほど。おお、すごい選び方めちゃくちゃ参考になります。だから結構上級者ですよ。簡単なのはさっきのシアサッカーのセットアップ。確かに。でさらに上級者行くんだったらこの朝のセットアップ、これはもう超大人です。かっこいいですね。ですね。他に何かおすすめありますか。あ、そうですね、ちょっとこう今2つは少しこうカジュアルな夏らしいものをご紹介させていただいたんですが、はい、今ポールスミスですと、はい、こちらのジャケットも大変おすすめとなっておりまして、正統派ですね。このシンプルなネイビーのジャケットなんですが、非常にこうソフトメイキングで着やすくなっておりまして、生地もこちらイタリアのゼニア社のトロフェアを使っておりまして、トロフェアなんですね、はい、なるほど。ネイビーのスーツも男の人のなんかマストアイテム、絶対に持ってなければいけない、はい、ネイビーのジャケットもそうですか。そうですよね、これはもうあの基本中の基本です、ね、悩み相談って悩みが増えるんですよ。おー、あおー、着心地いかがでしょうか。着心地はすごいいいですね。なんかね、あーシャツとかオーソドックスに行くんだったら本当にそうですよ、やっぱグレーのパンツとかグレーのパンツは白いシャツとか、白いシャツにグレーのパンツでネイビーのタイとかだったらビジネスもいけど、いや全然いけますね。もうこれもやっぱ本当に着た感じの柔らかさとか、はい、軽さもあって、佐々木ポールスミス形合う、ね、合いますね。あ、よかったです。前回のなんかスーツもすごい、はい、あの自分にオーダーしたぐらいな感じで間違ったんで、ぴったりだな、はい、ちょっとじゃあ悩む時間いただいていいですか。かしこまりました。ということで着替えてもらったんですけど、はい、こっちにしたんですね、お二人は。はい、まあ、まずはこっちを買うことにしました、うん、まずはまずはこっちを買うことにしました。まずはまずはね、まずは
やりよりますね。いやいや欲しがるから、ね、まずはこっちがね、はい、ちなみに木田さんはこっちだった、ね、いやこっちですね。あのまず着たことない色っていうのと、はい、あとあのこのチェックの部分とネクタイ、このすごいネクタイも気に入って、うん、この合わせっていうのがもうすごい好きで、はい、あのバシバシ仕事取ろうと思います。おちょっといいですね、はい、なんか自分の仕事のねこのモチベーションもね、はい、モチベーションも上がるんで、やっぱ着ることによって、ね、変わりますからね、はい、でもお似合いですよ。ありがとうございます。この、ね、優しいベージュとちょうどグレーとの、まあ、グレージュって色なんですけど、これって今すごく注目の色なんですよ。でそれをこうどうやってうまく着こなすかって、割とこう今回のって基本の合わせ方なんですけど、まあ、これ以上これ以下ではなくて、なかなかこうこれにたどり着く人いないんで、なのですごくベストパターンのコーディネートなんですよね。すごく嬉しいです。でもちょっとクロート好みな部分もあって、うん、単なる白シャツじゃないんで、ちょっとだけね、なんか柄が入ってるっていう意味では結構上級者なんですよ。一人ではたどり着けないコーデですよ。でそしてそうですね、セットアップで牛屋さんから出て、うん、で黒のポロシャツ、うん、まあ、これあの白もね、インナー買えばまた買えるんで、セットアップほらよく着てるじゃない、はい、だからすごく最初からもうスッと、うん、そうですね、着こなしちゃってるよね、うん、はい、またでも本当素材感も良くて、うん、着心地も最高なんで、うん、これで出張じゃあガンガン行っていただいて、ガンガン行って、はい、で注目色ですからね、このね、ね、なんかカーキの色もね、そうなんですよ、着れないので、ね、ぜひうまく着ていただければと思います、はい、ということで今日は、ポール・スミス銀座店で、まあ、お二人のね希望を叶えるという意味でスーツとセットアップを選んだんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。この、ポール・スミス銀座店は、まあ、もちろんスーツだけじゃなくて、カジュアルなものから、それから小物から、いろいろ揃ってますので皆さんぜひですね、来ていただければと思います。4丁目本当に、こちらの、交差点から近いところなので、ぜひ遊びに来てください。ということで今日この辺でいいですかね、はい、またお会いしましょう。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラのウェブ系魂、星野さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。